MLB、大谷翔平、リアル二刀流で164キロ&5度目、マルチ指揮官絶賛、完璧なゲーム。大谷は4回5奪三振2安打1失点、バットでは2打数2安打で打率、636。パドレス4-1エンゼルス、オープン戦、日本時間22日、ピオリア。エンゼルスの大谷翔平投手は21日、日本時間22日、アリゾナ州ピオリアで行われたパドレスとのオープン戦で、1番、投手で先発出場した。初回の第1打席で、中前打を放ち、9試合連続安打をマーク。5回の第3打席で、左中間フェンス直撃打を放ち、2試合ぶりマルチ安打を記録した。投げては4回5奪三振2四球、2安打1失点と好投。球団は3回のタティスジュニアへの3球目で渡米後最速 101.9 マイル、約 164.0 キロを記録したと発表した。1番、投手での先発出場は、日本時代の2016年7月3日のソフトバンク戦以来1722日ぶり。まず打撃では、初回先頭で、左腕スネルから中前打を放ち、5回1死では、左中間フェンスに直撃する一打を放った。2試合ぶり5度目のマルチ安打。2打数2安打1四球で、オープン戦は打率、636、オプス 1.836 に上げた。投げても、圧巻の投球を見せた。初回1死3塁から、夕頃の間に先取点を献上したものの、3回1、地1、2塁のタティスジュニアの3球目ファウルでは101マイル、約 162.5 キロを計測。このピンチを切り抜け、4回2四球5奪三振、2安打1失点。オープン戦の防御率 7.88 となった。試合後、マドン監督は、賛辞の言葉を惜しまなかった。本当に傑出していた。彼は完璧なゲームをしていた。打席でもマウンドでも非常に良かった。彼は非常に優れていた。球速も良かったし、制球も良かった。他の球種も良かった。カーブ、スライダー、スプリット、今日は全てが機能していた。あらゆる面で非常に良い1日だったと満足げに振り返った。渡米後最速を記録した3回の投球については、間違いなくギアを上げた。相手チームが脅かしてきたら、すべての球が別のレベルになった。ホットになった時、彼は確実に別のギアを持っていた。今日見たものすべてが非常に良くて、速球の制球もその一つだと絶賛した。